ダミエン・ラモント・ウィルキンスは、アメリカ合衆国、ノースカロライナ州ワシントン出身のバスケットボール選手。ポジションは SF、SG。1999年にノースカロライナ州立大学に進学し、2年後に2001年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明したウィルキンスだったが、ドラフト開催前にエントリーを取り下げ、おじのドミニク・ウィルキンスの母校でもある。 ジョージア大学の転校。2002から03シーズンから NCWA 公式戦出場を認み止められ、2004年までプレー。2004年の NBA ドラフトでは指名外に終わるも、シアトルスーパーソニックスと契約。ルーキーシーズンの2004から05シーズンは、29試合の出場に終わったものの、プレーオフに入り、ペジャスト・ヤコビッチ、マヌジノビリラに対するディフェンスで評価を高め、 2005年夏に制限付き FA となったウィルキンスは8月にミネソタティンバーウルブーズのオファーシートにサインするも最終的にスーパーソニックスとの再契約が決定。レイ・アレン、ラシャド・ルイスの控え役として2005から06シーズン、2006から07シーズンと2シーズン連続で全82試合にフル出場するなどディフェンス職人として奮闘した2009年7月 イータン・トーマスとのトレードでミネソタティン・バー・ウルブズに移籍。2010から11シーズン開幕前はメンフィス・グリーズリーズのトレーニングキャンプに参加するもシーズン開幕前に解雇。2011年1月にアトランタホークスに10日間契約で加入し、そのままシーズン終了まで所属。以降はデトロイト・ピストンズ、フィラデルフィア・セブンティー・シクサーズでプレーした。 2013から14シーズン以降は NBA でプレーすることができず D リーグや海外リーグでプレー。2017年8月15日、インディアナペイサーズとトレーニングキャンプに関する契約を結び30代後半にして NBA 復帰を目指すことになった。ありがとうございます。